はい、皆さん、こんにちは。この車に乗り換えて、まあ、しばらく経つんですけれども、なかなか多分、車に関する紹介の動画を上げれていなかったということで、今日改めてですね、この車 GR86、まあ、乗り換えてどういった仕様にしているのか、で、あと、かかった金額などもですね、詳しく説明をしていこうかなと思います。まず、見た目が一般のところからざっくり紹介していきますかね。まあ、まあ、ベースはね、私も白の、車買ってまして、まあ、買った時は本当もう新車ですんで、もう何もステッカーとか貼ってない状態で、で、その後ですね、まあ、この、グラデーションといいますか、こういったラッピングを、GR ガレージ袋井さんの方で、お願いして、で、昨年度の、デザインを踏襲してですね、色の配色だけ変えて、施工していただきました。で、次にですね、どうしよっかな。パーツ、付けてるパーツですね、紹介していこうかなと思います。まず、ちょっと今回ね、なかなか見えないんですけれども、サスペンションですね。サスペンションが、去年の、86の、サスペンションそのまま使ってまして、店員さんに、サポートいただいて、このアッパーマウントであったりとか、あとサスペンションオーバーホールを、していただいてまして、で特にこうサスペンションに関しては、最初、なんていうか、仕様変更をしようかなと思ってたんですけれども、特に今回は仕様変更をせずに、減衰特性としては ZN6 の、前の86のまんまで、乗っております。ただ減衰のダイヤルだけですね、この車重、まあ、変わってたりとか、車重とか、あとこの足の動き方も変わってますんで、減衰のダイヤルだけちょっとね、いじって、今調整中といった段階です。で、次にですね、どうしようかな。まあ、せっかくなんでここ映ってるんで、この赤いマットフラップですね。こちらはレイさんの、マットフラップを使わせていただいておりまして、このマットフラップね、ZN6 の時よりもかなり良くなってまして、ちょっと見える？映してきて。ZN6 の時は、ここまでしか幅なかったんですけれども、今回、この GR86 になってから、この奥の方、ここまでですね、ざっくりと結構、広い範囲で、ここを覆えるように、なってますんで、まあ、フロアガードの中にめちゃくちゃ石が入るとか、砂入るってことは、前に比べてかなり、良くなってますね。今カメラが買い替えたばっかなんでね、ちょっと僕も全然、慣れていないんですが、次にですね、今、ここ、あ、そうか、足回りで大事な、ブレーキパッド。ちょっともうね、ほんともう、立ち寝申し訳ないんですけれども、で、ちょっと中にですね、ブレーキパッドがですね、こう、ウィンマックさんから、提供いただいた。どうしたの？ここ、ダブルクリップ。ここくぐってやると。もう一回ホイールから始めて。ホイール？鉄人の話もしなかった？あ、そこからで。はい。はい。もうじゃあ気を取り直して、今ね、ここ、鉄筋履いてて中見えないんですけれども、今回、ブレーキパッドの方は、ウィンマックさんから、サポートをいただいてまして、で、つけているのが、フロントが、ウィンマックさんの1つのシリーズで R2 というね、1つのシリーズは R1 から R9 か10ぐらいまであったのかな？ちょっとごめんなさい。何番まであったか、僕ね、あんま後半、使わないんで、ちょっと、うろ覚えなんですが、確か10か11ぐらいまであったと思うんですけれども、ここ今つけてるのはフロントが R2 で、で、リアが、RM2 っていう、その、どちらかというとジムカーナーとか、あと、その、スラローム競技ですね。リアの、ブレーキをロックしやすいような、ブレーキパッドを入れてます。まあ、ただ、ロックしちゃうとね、変な ABS の介入であったりとか逆に乗りにくくなるんで、僕の、踏み方だと、ロックしないんで、今 RM2 を使ってるんですけれども、ブレーキをガツンと踏む人とかはですね、ひょっとしたら RM2 だと、ちょっと、まあ、ロックしすぎて使いにくいかもしれませんね。その辺はやっぱ好みの、それぞれのドライビングスタイルに合わせて、調整していくっていうような形になってくると思います。ちょっと話はそれましたが、まあ、リアのマットグラップもですね、フロントと同様で、レールさんから、提供といいますか、サポートをいただいてつけております。で、次が、外観面でいくと、あ、
ケインフックですね。フロントもついてるんですけども、ケインフックも、今回ですね、レールさんから、サポートいただいているケインフックをつけております。もうね、やっぱ、一度もケインフック使ってないんで、めちゃくちゃ綺麗ですよね。できればこれは一生使いたくないアイテムですけどね。もうケインフック使うときっていうと、だいたいね、刺さって抜け出せないときなんでね。これはもう僕は使わずに、最後まで乗りたいかなと思います。あとは、外観面で言うと、どこあるんでしょうね。外観。そのもんは、外観は、パッと見た方がいいかな。うん。かな？かな？はい。で、次ですね。また、恒例のアンダーガードの紹介をしていきたいなと思います。今回ですね、アンダーガードは、ちょっとね、ここ、もう、フロントのバンパーが見えてるんですけれども、こちらもですね、もっと揺れる？レイルさんの APR スポーツというアンダーガードを使ってまして、結構ね、レンズここ揺れるよ。で、このシリーズ、もともとこの今バンパーガード、まあ、アンダーガードについてるこれバンパーガードっていう部品なんですけれども、この ZN8 がなくって、スバルの BRZ4 しかなかったんですけれども、グーガーレイルさんに問い合わせて、ちょっとこれってありますかねって聞いたら、ちょっとせっかくの機会なんで、一度型取りして作ってみますかっていうお話をいただいて、で、今僕がこれ多分試作品なんですかね。つけております。これね、すごくね、もう、いいんですよね。何がいいって、やっぱり、ちゃんと、車に合わせてね、作られてるんで、もうすごくね、作りが良くって、こうピッチリしてるんですよね。なんで、全然、左右の寸法のチリのズレとかもないですし、僕としては、結構僕ね、A 型で几帳面なんですけれども、これは非常に気に入っております。で、下回りですね。ここの、痛っ！何やってんの？なんで？あんたやで。何言っちゃう？わからんよ。いいよ。はい。喋れ、早よ。はい。ですね、ちょっとカメラ調整してましたが、このアンダーガード、今こう、バンパーガードを紹介しまして、バンパーガードっていうのはね、この、こう今奥にある、この5ミリ厚のエンジンガードっていうアンダーガードですね、ボルト止めされておりまして、このエンジンの下にあるアンダーガードと、あと、ここ多分見えないと思うんですけれども、フロアガードって言われる、車のフロアですね、を保護する、アンダーガードと、あと、後ろのですね、タンクガード、で、そして、デフ、まあ、LSD のデフです。デフケースを保護する、デフガードもすべてレールさんで一式揃えております。うん、で、ですね、今、主流がですね、ちなみに言うと、このエンジンの下のアンダーガードは5ミリ厚で、で、それ以外の、ガードは基本的に3ミリやつ、2ミリか3ミリの、薄い、ガードで、車はなるべく軽量化できるように、されております。はい。アンダーガードの紹介が終わったので、で、次がサポートをいただいているクスコさんですね。今回、僕も実はクスコさんからサポートをいただけるようになりました。クスコさんからサポートをいただいている内容としましては、何があるかな。後ろちょっとね、もう完全に見えないんですけども、車には LSD という左右の、回転差ですね、を吸収する装置がついてまして、その機械式の LSD を、今回、クスコさんから、サポートいただきました。で、次にですね、サポートいただいているものとしては、やっぱね、もう乗員保護は大事だということで、もうこれはレギュレーションに必要なんでつけてるんですけれども、このロールバーですね。ロールバーも一式。これ何点式やろ ?1、2、3、待て、1、2、3、4、5、6、7、8点式の、ロールバーを、今回、つけてます。まあ、これも ZN6 の時と同じ点数なんですけれども、ここちなみに言うと、ちゃんとピラー止めにして、つけてますね。やっぱこのピラー止めが悪くないと、じゃあ僕的に車の剛性感も変わるような、
感じがしているので、ここは、まあ、あの必ずつけるようにしております。とりあえず、ロールバーは今回クスコさんから提供いただいて、あとですね、内装エクステリアということで、はい、次はですね、内装エクステリアの紹介ということでですね、あ、汚いな。ここのステアリング。これはですね、もう僕、モモステずっと大学生の時から愛用してるモモステです。もう何年使ってる？ 10 年ぐらい使ってるのかな？大学生の時から。多分10年以上は使ってるもので、ですね、今回、これ、クルーズコントロール、つきましたよ。もうこれが欲しくて車を乗り換えたと言っても過言ではない、この機能。紙機能ですね。で、クルーズコントロール。このグレードは86はもともと RC で買ってるので、もうクルーズコントロールないんですけれども、Amazon の方で、このクルコンのスイッチとあと配線類、配線の純正化を購入して、だいたい込み込み5000円ぐらいかな。で、後付けで付けてます。で、あとこのステアリングのスイッチ類。これもですね、やっぱりオーディオの操作。今、カーナビっていうか、オーディオがタッチパネルになってて、非常に走行中操作すると危ないんで、このような感じで、ステアリングの、リモコンを移植する、してますね。で、移植するにはこういった、パネルとか、必要なんですけれども、これも Amazon でだいたい1万円かなぐらいで揃えてます。で、次に、ちょっと、これ、フロアですね。アイソエクステリアということはちょっと詳しく、紹介していきますが、よいしょ。まず、この見えるアルミの板。これはですね、レイルさんの、フロアパネルですね、を提供いただいてます。で、これを今つけてる理由としては、どうしても、この、車のフロアって、こう波打ってるんですよね、パネルが。で、その波打ってると、アクセルとかするときにかかとが変なところを踏むと、非常に違和感あるっていうことを、なるべくフラットにしたい。っていうことが目的で、僕はレイルさんのこの、アルミのフロアパネルを、購入しました。で、あとここのアクセルペダルですね。で、これに関しては、クスコさんの、レーシングアルミペダルっていうかな、を、提供、いただきました。で、これもですね、やっぱり、特に今の車って、多分踏み間違い防止のためだと思うんですけれども、ブレーキとアクセルのペダルって非常に距離が離れてるんですよね。でそうすると、こう、ヒルアンテナが非常にやりにくいっていうことで、僕はこれを後で、つけてます。これつけるだけでね、格段にヒルアンテナが、やりやすくなります。まあ、うまい下手は置いといて。なので、基本的にこの86を買うと、もうこれもね、一緒にセットで買った方が僕は必ずおすすめしますね。うん。で、内装は、あれ、こんなもんなんかな、これ。PM 車両って大して部品つけてないんで、なんかすぐ終わっちゃいますね。車の紹介も。で、まあ、あと僕、オーディオ好きなので、スピーカーもちょっとパイオニアの、車外に交換したりとか、まあ、そういった細かいところはやってますが、ざっくり、うん、ダートラ車の紹介としてはこんなもんなのかな？うん。あ、そう、あと見えないところなんですけれども、デフのですね、マウントのブッシュも、あと、エンジンとミッションのマウントもすべて TRD の、強化品に変えてます。どうしてもね、このブッシュ類をこう強化品に変えないと、こう車載とかで見るとわかるんですけれども、非常にこのシフトノブが暴れるんですよね。で、あと、やっぱりこう暴れてると走行中、特にダートとかってすごい車揺れてるんで、シフトが非常に入りにくい。もしくはもうガリってしまうっていったような、非常に車的に良くない状況になるんで、もうこのブッシュ類はもう必須だと思った方がいいと思います。はい。他、何があるかな？とりあえず部品としては、多分、このぐらいになるかな。はい。で、僕が、あと、タイヤ。まあ、ダートタイヤなんですけれども、僕はですね、基本的に、タイヤに関しては、もうサポートを受けておりません。で、その理由としては、やっぱり、好みのタイヤを使いたいということで、今年はですね、
ちょっとドア閉めよう。風で逆パターンしたら嫌なんでドア閉めますで、理由としてはやっぱりドライタイヤが横浜の053が今の僕のフィーリングに非常にマッチしてますんで、横浜の053でウェットがダンロップは 74R、 これは非常に縦のトラクションが効くので 74R を、愛用してます。なので、まあ、2つのメーカーを使っているということで、まあ、サポート、タイヤサポートは、今年は受けておりません。もしね、今後何か、いろいろセッティングした上で、タイヤが一つのメーカーにですね、収まるようでしたら、タイヤのサポートも、いただけるかどうか、ちょっとね、メーカーさんにご相談してみようかなと思ってますが、まあ、もうちょっと先になるのかな、これに関しては。はい。で、あとですね、これ、最後に紹介したかったんですけれども、あ、最後じゃねえな。ごめんなさい。あと、ワークさんですね。あと、ワークホイールさんも、昨年引き続き、サポートいただいてまして、今年もですね、ワークの MCO の15インチ、去年までは、15インチの 7J で、オフセットがプラス 35mm のホイールを使ってたんですけれども、まあ、ちょっとでもね、車の軽量、あくびしてるね、奥さん。はい、ちょっとでも車の軽量化をしたいっていうのと、あと、74R を履いた時にですね、どうしても 7J だとちょっとこうタイヤが引っ張られるようなそんな感じになってるんで、ちょっとそれがあんま好きじゃないっていうことで、今年から 6.5J を履くようになりました。もうすでに今年入ってもう2セットを買ってるんで、ワークさんのホイールはなんと今もう4セット持ってます。4セットでも正直ね、競技と練習会と畜戦ってやるんだったらまだまだ少ないです。なので、あと、まあ、2セットぐらい可能だったら、まあ、予算が許す限り、今年もまた追加購入したいなと思いますので、ワークさん、よろしくお願いします。はい。で、今、ワークのホイール紹介して、で、あと、そう、GR ガレージさん、ここ目立っている GR ガレージさんなんですけれども、まあ、GR ガレージさんでもう今年基本的にメンテナンスをお願いしてます。で、こう、車両の製作自体はちょっと、愛知県の T ガレージさんでお願いしているんですけれども、それ以外の基本的なメンテナンスであったりとか、あと部品の交換とかっていうのは、もう僕家すぐ近くで、今回、もういろいろね、去年からサポートいただいているってことで、ね、なるべくもう車のメンテナンスは僕素人なんでね、極力アライメント調整とかそういった簡単な作業以外は、もう全部、もうお店でお願いしてます。で、ここのお店ね、いいですよ。何がいいって、やっぱりこうディーラー系なので、非常に接客、の質も高いですし、やっぱり、トヨタと同じような保証が受けられる。といったことで、僕はやっぱりね、車いじり、まず、自分でやる自信がない方は、こういった GR ガレージさんを使ってみてはいかがかなと思います。かな？はい、ちょっとね、ここだけ長くなっても、尺が長くなるんで、次、もう、メインスポンサーですよ。ラブカさん。メイン？メインスポンサーです。で、ラブカさんっていうと、まあ、ひとしたらね、ご存知ない方もいるかもしれないんで、まあ、改めて、紹介しますと、エンジンオイルで、あとミッションオイルであったりか、デフオイルで、最近はですね、ブレーキフルード、なども、手掛けている、まあ、基本的に、まあ、総合的な、まあ、オイルメーカーといった方がいいのかな、でございます。で、ラブカさんのオイル、まあ、何がすごいかっていうと、基本的に、他の大手メーカーさんのような、広告をですね、打ち出してないので、そういった広告費をカットして、製品自体安く購入できるんですよね。なので、もう非常に高品質なオイルを低価格で購入できるっていうことで、僕も、ラブカオイルさんは、もうデミオに乗ってた時からですね、お世話になってまして、デミオ、まあ、デミオはね、もう、ラブカさんお世話になってすぐにね、もう転げちゃったんで、実質、お世話になり、かなりお世話になったのは、絶対の6の86からなんですけれども、もうほんとね、めっちゃいいですよ。もう何がいいかっていうと、やっぱり、一つは安い。で、そして、あと、この、オイルですね。特にエンジンオイルに関しては、もう、0W25 から、もうあと、すごい硬いオイルまで、いろいろ、もう広い幅のオイルがラインナップされてまして、でね、それもさらに、レーシングスペックであったりとか、あと、プレミアムレーシングなどといった、もう今年ね、プレミアムレーシングっていうのは新たに出たんですけれども、レーシングスペックの十分いいんですけれども、そのさらに上行く、なんかね、D1 とか、多分そういったモンスターマシンに使われるようなオイルなんですけれども、そういったオイルまで、ラインナップされているメーカーです。で、
そのラブカオイルさん、僕が特にお勧めしたいのはエンジンオイルもそうなんですけれども、一番僕がもうね、86乗っている人、もしくは FR 乗っている人、お勧めしたいのは、今ちょっと僕ね、もうお店の方にオイル預けてるんで手元にないんですけれども、ハイパー MTF っていうミッションオイルですね。これ 75W90 なんですけれども、このミッションオイルは非常にお勧めでして、一般的にもうデフオイルというと GL5 っていう規格なんですけど、このミッションオイルはあえて GL4 にして、もうほんとミッションに特化したオイルですので、特にシフトフィーリングとかね、86って、多分もう ZN6 の時から変わらないんですけれども、冷感時のフィーリングって正直良くないんですよ。で、特に純正とか他のちょっと固めのオイルなんか使うと、まず基本に流行らない、流行りにくいといったような、シフトフィーリングになってますが、このラブカオイルのハイパー MTF を入れると、もう真冬でも入ります。まあ、スコスコ入るかっていうと、まあ、それはやっぱりちょっと走らないと、やっぱりね、めちゃスコスコにはならないんですけれども、まあ、それでもね、他の、やっぱ GL5 とかのね、オイルに比べたらはるかにミッションの入りがいいんで、ミッションのやっぱりね、こう無理やり入れて炒めるっていうのも、防げるかなと思います。で、デフオイルに関しては、僕はですね、やっぱり、まあ、冷感時からでもなるべく低フリクションで走りたいということで、75W90 を今、使っているんですけれども、まあ、この86パワーも上がって、で、なおかつ、練習会では連続走行を、する予定もあるので、ちょっと今の 75W90 が、使い終わったら 80W140 のちょっと固めのデフオイルも試してみようかなと思います。思ってます。で去年ね、ZN6 の時に一回、試しに使ってみたんですけれども、正直ね、わかんなかったさは。やっぱね、どっちも全然その、いいオイルでして、うん、で、チャタリングも、チャタリングに関しても、あんま変わらんかな。うん、チャタリングも正直変わんないですね。75W90 にしても、80W140 にしても、うん、どっちもチャタリング変わらずで、で、今僕 LSD が、クスコさんの MZ タイプを使っているんですけれども、MZ に、このラブカオイルの 75W90 を入れると、チャタリング一切起きないです。まあ、なので、走ってとか、これデフついてたっけなって勘違いするぐらいに非常にドライブフィーリングがいいですね。やっぱりチャタリングって激しいと運転もしづらくなるんで、なるべくやっぱチャタリングがないオイルの方が僕は好みですね。一般的にチャタリングがないっていうと、滑ってるイメージあるんですけれども、そんなことはなくてデフもしっかり効いてるので、まあドリフトもずっと続けられるっていったような、仕様になってます。で、あと、プロスタッフさんですね。プロスタッフさんは多分ご存知の方も多いと思うんですけれども、洗車メーカーのプロスタッフさんでして、ちょうど今ね、ここにも出てるんですけれども、このプロスタッフさん、僕が一番大好きな CC ウォーターゴールド。これですね。これもうコーティング剤なんですけれども、基本的に洗車して、僕、昔はね、もう車に塗り込むような、タイプのコーティング剤を使ってたんですけど、やっぱりこう、だんだん、こう、年齢とともにですね、休日に避ける時間も少なくなってきて、まあ、タイムイズマネーっていう感じでですね、こういった、今は簡易的にすぐにですね、パパッと施工できる、こういった簡易型のガラスコーティング剤を愛用してます。で、これ簡易型って言ってもね、大体コーティング期間、もう今僕家がカーポートなんですけれども、カーポート入れてると、まあ、実際多分3ヶ月は、もちろん外の走りに行ってですけど、3ヶ月ぐらいは全然余裕で撥水持ちますね。で、3ヶ月ぐらい経つと、やっぱりちょっとこう、ボンネットとか特に熱持つんで、ボンネットの撥水甘くなるんですけれども、まあ、なんでこういった簡易型のコーティング剤の部類の中では、もう多分トップクラスの力だと思ってます。で、こういったシッシュウォーターゴールドですね、まあ、洗車後にパパとボディ吹き付けて拭いて、で、あと、これ以外にもですね、ちょっと今、倉庫の中にあるんですけれども、プロスタッフさんは、もう最近、モンスターっていうシリーズの洗車グッズも出てまして、ドライタオル、まあ、特に大判のタオルであったりとか、大判のタオルも非常に良くてですね、もう、結構、洗車って終わると、だいたい自宅でやった場合、
こう大体車って水浸しになるわけでして、こういうちっちゃいね、タオル使って何枚も使って絞りながら拭くっていうようなことも今までやってたんですけれども、もうやっぱオーバーのドライタオルを使うとですね、もうたった1枚で車全体が全部、綺麗に拭けるっていったような商品になってます。これも非常にですね、時短アイテムとして僕はおすすめしたいですね。で、あと、撥水剤であったりとか、まあ、ユマクトリは黄色瓶ですね。とか、黄色瓶ゴールドが、僕今使わせてもらってるんですけども、黄色瓶ゴールドもですね、こうボトル1本結構でかいんで、多分ね、1年、2年ぐらいはあの1本で持つんじゃないかなっていう、超コスパのいい商品を使ってます。本当ね、プロストックさん、いつもありがとうございます。はい。で、ちょっとこういった簡単な紹介にはなるんですけれども、エビットさんですか？エビットさんは、あまり公表しない方がいいか。デビットさんも非常にいい。これ、多分名前だけですよね。どういったお店かわからない方も多いと思うんですけれども、基本的にこれもデビットさんは OMP、レーシンググローブであったりとか、あとステアリングバケットシートなど、まあ基本的にダブルシートでもね、よく使われている部品のメーカーで、OMP さんの、日本の、多分日本唯一かな、の、輸入代理店となってます。こちらもですね、中のスタッフさんが非常に面白い方なんで、関東に、住まわれている方、もしくは、関東に行く予定のある方、ぜひ、デビットさんも、お伺いしてみてはいかがでしょうか。僕、一押しの、なんだろう。これ、なんて言うんですかね。レーシング装備、なんだろうね。レーシングエクイプメントって言うんですかね。ちょっとわからないですけども。まあ、そういった、レース用品を売っている、お店です。他、とりあえず、そんなものかな。はい。で、多分皆さんが一番気になっているであろう、かかった値段ですよね。ちょっと今、嫁が深いため息をつきましたが、ちょっとね、まあ、口頭で言っても多分ね、なかなか長くなっちゃうんで、まあ、ざっくりと、紹介していきますと、僕今回ね、ちゃんと全部計算しているんですが、まあ、車体がだいたい約300万円ですね。まあ、全員車体は高くないですよ。でもね、いろいろ全部入れると、こう、オーディオつけたりとか、まあ、そういった、もろもろの諸経費込みで、320万ちょっとかな。で、購入しまして、で、あと、さっき紹介した、ブレーキパッド、アンダーガード、牽引フック、で、このマットフラップであったりとか、ロールバー、あと、LSD、で、このエンジンミッションのマウント類なのですね、そういったもろもろの、このパーツをつけて、だいたい約500万です、乗り出しが。約500万円で、こんな仕様になります。あれ、今500万としか嫁の顔が渋くなりましたが、まあ、高いと見るか安いと見るかは、まあ、人それぞれだと思うんですけれども、高いよね、正直。僕も500万を安いって言えるほどお金持ちではないんで、正直高いです。まあ高いんですけれども、やっぱりね、まあ、1回ぐらいこういった新車で全日本に出てみたいってあるじゃないですか。まあ、男のロマンですよね。ちょっとなかなか嫁が今渋い顔してますが、まあやっぱ、ね。ラリス買うよりは安いな。そう。あ、そう、実は僕ね、ZN6 乗ってて、で、次の車どうしようかなって思って、やっぱ、こうね、グラベルといえば四駆じゃないですか。こう、WRX か、まあ、ヤリスか、もうちょっと正直候補上がってたんですよ。で、ヤリスは、GRS はさすがに、もう高すぎると。いうことで、中古で、WRX を買って、で、新しいのにしようかなって思ったら、嫁がもう、大反対。でね。まあ、反対の理由もですね、まあ、グーの根も出ないんですけども、値段というよりかは、今までこの86でですね、まあ、散々頑張ってきて、だん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 こう腕も上がってきてる中で、また四駆に行って全然違う駆動方式の車乗ってあんたまたゼロからスタートだよと言われたら、もうさようでございます。もうね、もう何も言い返すことはないんですよね。
確かに偶然日本出たばっかやしな。そう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 。っていうことで、え、待ってよ、じゃあ、ヨーロッパ以外ならいいよね。FR ならいいってことかなって思って、ちょっと聞いたら最初はダメって言ってたんですけど、2日の日かぐらいですね。ちょこ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 。乗っていいって聞いたら、お嫁の方も、しょうがないね。って感じで、購入許可も出た、この思い入れのある車ですんでね。もうこの車はもう壊れるまで大事に乗っていこうかなと思ってます。メインスポンサーは嫁なので。そうですね。メインスポンサーはラブカさんと言ったんですけど、本当の裏のメインスポンサーは僕の妻なので。いつもありがとうございます。はい。で、あとですね、ちょっと今更紹介なんですけど。属性が近づかんだよ。どうです、この T シャツ。今年は、去年まではピンクにしてたんですけれども、今年からね、スポンサーも増えたっていうことで、またいろいろね、ちょっとスポンサーを追加して、色もですね、僕もそろそろ30歳、今年夜30歳、みそじになるんで、もうちょっと落ち着いた色っていうことで、今年は爽やかなブルーをチョイスしました。はい。っていうね、自慢です。まあでも、うん、そんな感じですかね。まあ、あとね、詳しい明細は、まあ、動画の最後に、まあ、エンドロールのような形でですね、貼り付けていこうと思いますんで、GR86 の、ダートラ仕様、もしくはラリー仕様に、していきたいという方いましたら、まあ、ぜひ参考にしてみてください。他なんか抜けてるもんってある？なんだろう。うん、ないかな。あとね、大事なことを言い忘れてました。一応今、だいたい乗り出して500万って僕紹介したんですけれども、ただね、今回僕、このフルバケであったりとか、ステアリング、で、あと、この、6点のシートベルトですね。これに関しては、前の車のまんま、で、あと、サスペンションのも、前の車から、そのまま持ってきてるんで、500万で、住んでますけれども、もしこういった装備ですね、ない場合は、まあ、大体プラスサスペンションは20万で、でもラッピング費用を含めて500万だったんで、ラッピング費用を抜くと、ラッピング費用もね、あんまり公開できないんですけども、まあ、大体、そうですね、まあ、大体500万から、まあ、高くても510万ぐらいあれば、まあ、ね、ラッピング抜きだと、ラッピング抜きで、で、こういった、まあ、椅子とか全部新品買っても多分いけるかなと思いますんで、ぜひ、参考にしてみてください。で、今ね、まだまだ、全日本はほぼほぼ、もう GR86 の、もう、と、あと、新型の VRZ で、走ってるんですけれども、地区戦でもですね、ぜひ、こういった車両も増えてほしいなと思ってますんで、皆さんぜひ一緒に GR86 を買って走りましょう。やっぱね、GR86 に乗り換えてから、非常にですね、足のストロークも、前よりも良くなってるんで、トラクションも増してます。なおかつ、排気量もやっぱり、まあ2リッターから 2.4 リッターってなってて、もう直線も速いんで、正直ね、もう去年よりかは、だいぶタイム的にも速くなってますね。まあ、人間の腕が上がって、たのも正直あると思うんですけども、やっぱり車の性能が向上したっていうのは一番、タイムアップに大きく影響してるかなと思ってますね。うん、はい。まあそんな感じで今回は動画の方を締めたいと思います。また次ですね。今もう僕今日は4月14日の日曜日、もうね来週丸輪なんですけれども、また次の丸輪でもですね頑張って動画を回して。記録を残していきたいと思いますんで。頑張って。うん。あ、そう。次ですね。嫁が来てくれないんですよ。言い方語弊があります。え？仕事です。はい。YouTube 見て観戦してますんで。そうですね。そう、来週ですね、丸輪は妻が土曜日じゃないか。保育士なんですけれども、その仕事で来れないっていうことで、現地で、丸輪の近くに住んでいる、ツイッターのフォロワーさん、今 X かな ?X のフォロワーさんがおりますので、その方からですね、サポートいただけることになりまして、共に全日本を戦っていこうと思いますんで、皆さん、また今後ともですね、応援の方をよろしくお願いいたします。
ちょっと最近なかなかね、動画の方をアップデートできてなくて申し訳ないんですけどもね、これからも、まあ、モータースポーツ、ダートに限らずですね、ジムカーナーであったりとか、ラリーなどもですね、まあ、基本的にそっちはもう観客としてなんですけれども、楽しんでいこうかなと思いますんで、皆様、ぜひ引き続きよろしくお願いします。はい、では長くなりましたが、動画は以上で終了します。いいよ。